皆さんどうもこんにちは、なっちでございます。いやー、やっちゃうよ、本気だよ今回は。はい、ファミリーマートの霧島だっけこれ、宮崎県のね、天然水飲んできましたね。ゴッドフェスパート3、今日じゃないね、明日の12時で終わりでございます。三国第2弾、三国第1弾、和の第1弾に西洋第2弾、四重の神ということで、三国ダブル三国と和神、新西洋四神ですねが入ってます。狙うはもちろんアルテミス、副産物でメイメイと馬長あたりも狙っていきたいです。いきましょう。あと風神ですね。で、今日は確かフェスゲンがソニアとカエデがいたかな、だったんで、まあ貴族性使いにとっては美味しいフェスですよね。まあ風神ですね、一番はね。あー、違うんだ、なんかいきなり違うとこに運を使った気がしますけど、カーリーだろうとね、イルムだろうとね、カエデだろうと2倍なんでね、かなりのね確率を引いてると思うんですよね。グリムロック、いや、馬長だな。馬長もね全然出ないんでね、いや本当に出ない。だって未だにあの光のさ、今水出ましたけど、水のやつもこいつも2体目だし、まだ光のあの新キャラ見てないもん。それぐらいね、2倍はえぐい、そして銀率が本当にえぐいっていうのが、今回のゴッドフェスの見どころです。全然見どころでもないよね、銀出て嬉しくないもんね。ロビンフッドじゃないんだよ、ロビンフッドは必要ないんだよ。ロビンフッドはね、なんかたまに継承で使える場面もあるみたいですけどね、列分のドロップを作ってなおかつエンハンスができるんで、割と使えなくはない、使えなくはないけど、ここで使いたいっていう局面も特にないっていうのが現状ですね。さあ、どうしようかな。アルテミス出るまで今回とりあえず引こうかな。劉備来ました。これは三国第一弾ですね。お逃げしますよ。クラケンライダー。もうね、最近ね、雑談がないんだよね。ひたすらモンスター名前を言ってくだけってなっちゃうんで、なんか雑談したいんだけど、何の話がいいかな。僕は雑談をこう考えるもんじゃないんですよね。どっからともなく話題が飛んでくるんで。あ、そうだ、なんか年賀状をね、事務所に送ってくれた方がいるみたいで、それがまた今度ね、僕の手元にも来ると思うんですけど、いや、ありがたい年賀状、数少ない僕のこのハガキタイプのね、明けましておめでとうっていう文はたくさんね SNS で来るんだけど、手元に来るのは数少ないですね。なんで、そう、もしね、まあぜひぜひ皆さんも送ってくれると嬉しいです。違うじゃん、これ3体目雷神、いや風神くれ、風神なんかね、違う、やっぱ物欲なんですかね。読みも対象か。そうか、これ終わったらね、今度は正月読みを狙わないといけないんでね、正月読み狙って次はサンデーじゃなくて北斗か、北斗のなんか新キャラいるよね、あれも狙って、でサンデーが来るみたいな。怖いね、このガチャラッシュ。なんか新しいこうね、コラボとかしてほしいよね。まあサンデーもね、北斗も有名なタイトルではあるんですけど、大凶小凶対象ですね。指針と新星を出ておりません。ファセットよう出るの。なんか最近ね、バルボアがウェイないからさ、ファセットがどうなんだみたいな感じになってきちゃったんだよね。
まあ、かといってスキブが多いわけでもないからカラットが入ってくるわけでもないし、なんかいいエンハンスないかなみたいな。アルテミス、アルテミスじゃなくてアルテミスバルバにするとやっぱりそこなんですよね、問題は。はい、ヒカーリーでございます。頼むて頼むて、銀玉多いの。はい、ウッドバーンです。いや、ウッドバーン強そうな見た目してるんですけどね、なんかフォレストバーンになると一気にスリムになっちゃって。宝石姫が多すぎる。風神、テミス、カメオ、カメオも出ますね。木と闇の列強化だもんな。列ディオス持ってねえんだ、列を。だからさ、劉備ディオスで使えるってわけでもないんだよ。で、あのパーティーは結局カラットが一番強いんで、なんかもうちょっと仮名の活躍の場を増やしてやってほしいですね。イエス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 、素晴らしい、ありがとう、めでたい。いやー素晴らしい、本当にもう縁起がいい、まさに女神ですね。1月2日ですけど、いやもう新年めでたいですわ。2017年もなんとかやっていきますわ。思いのほか早く出たんで、もうちょっと回します。イカダ乗ってるおっさんはいいからさ、あなたも弓使いか。このおっさんはいいんで、じゃあもう一体アルテミス、もしくはバチョウ、もしくは風神が出たら終わろうかな。はい、信長さんです。信長さん、割と信長さんしてますよね。最初イラスト見た時はさ、これどこが信長なんだよと思ったけど、割と信長してるよね。はい、こいつも一応三国だよね。何やってんすかね、こいつと、こいつと諸葛亮何やってんすかね。本当に運営さんだよ、運営さんに一番言いたいんだよ。なんか今度さ、そのユーザーの意見をまあこう集めて一つの動画にまとめるみたいな動画も面白いんじゃないかなってね、思ったんだよね。僕が今ね一番欲しい要素は、まあボックス拡張ももちろんそうなんだけど、報酬画面で売却機能ついたじゃないですか。あれ選択するのめんどくさいんで、一括売却みたいなのあったらね楽かなって思ったのと、あとはフレンド拡張はもう来ないのかとか。イカダ乗ってるおっさん多すぎない？かんね、かんで、わかんないけど。まあそんなこんなでね、その結構キャラクターもそうですけど、システム面でもね気になるところ多いんでね、そこも今後使いやすくなったらいいなと思います。ロビンフッドじゃないんだな。特に思うのがね、やっぱガチャもちょっとめんどくさい。10連が欲しいかなって思っちゃったけど、まあ10連は絶対に、よし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 、素晴らしい。10連は絶対にね、やんないとか言ってたんで、ないんかな。じゃあこうなったらもう、馬長も引いて、3種類ね、欲しいやつを引いて終わろう。いやー、これが闇かもしれませんね。馬長は本当に出ないんでね。多分風神クラスに出ないですよ。はい、出ました。コロコロコミック。多分風神クラスに出ない、あいつは。そんな気がする。逆にこのクレーゼとか珍しいもんね、今回ね。銀玉多すぎて。鎧騎士はね、出た当初は強かったけど、まあ今でもね、デルガド使いたいって局面たまにあるけどね。一応ディオスとかにもかかるからさ、悪くはないんだよ。シーンです。シルク見ませんね、そういやね。シルクとカラット見ませんね。今日はなんかあっちですわ、イケアさんイラストの方のシーンとファセットがよう出ます。アマテラスも対象か。そうかそうか、ワシンもいるんだね。
スサノオそんなに欲しいとは思わないんだけどね。カメオもすごいね。メイメイカラーの宝石姫がすごいです。目かゆ、ほらもうやばい、シーンがやばい。ただねこれね、タン使ってトモ食いとかもできるようになったんですけど、プラスついちゃうんでできません。シーサーペント、どすこい。ヘルメス、懐かしいね。いやーこのなんか僕アルテミス狙って引いてた頃をね、1年半ぐらいアルテミス引けなかったっていう話何回もしたと思うんですけど、その時にヘルメスとアポロンばっか見たんですよね。それがもうトラウマでしかない。アレスとペルセポネはあんま出ないんだけど、ヘルメスとねアポロンがもうボロ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 出るんですよ。あれは本当に悪夢でしたね。じゃあバチョウ頼むって。バチョウとかやっぱ新キャラ出にくいよね、星6だからか。全然見ないもん。光の新キャラだけゲットして図鑑に載せたいんだけどな。まあ、エヴァコラボの素材を取り忘れた僕にね、もうそんな権利はないのかもしれませんが。いいよ、指針3連発。メイメイとサクヤ続いて。はい。あー、黒のタートルだったらワンチャンね、メイメイって言い張ることもできたと思うんですけど。霧雨みたいなやつ。あいつもサクヤと言い張ることができたと思うんですけどね。またシーンです。ちょい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 、銀率やばいよ。はい、来ましたフォーレン。よいしょ。フォーレンもそろそろ一面行くよ。一応ね、一応作っとこうね。アルテミスちゃん映ってるわけだし。ね、マジで宝石姫もういらんて。もう金玉の 50% が宝石姫みたいになってない？レモンドラゴン、また君かね、ロビンフッド。なんか星6か2弦でこいつばっかよう出ますね。撮影外で弾いた時はね、陽気比ばっか出ましたね。ナポレオン、あ、ロビンフッドじゃなくて、あのあいつなんだっけ名前、バルバロッサ。バルバロッサ3連続はあって大爆笑しましたね。いや、あれ動画で出ろよって思ったよ。すごくない？カニゲン、星6カニゲン3連発って相当な運だと思うんですけど。ね、倍率上がってるとはいえ。コピス。頼むでちょっと。まあ、カエデとかソニアでもいいや。その辺出たら終わります。やっぱ5倍で狙った方がいいのかな。この今日風神5体は無理だよね。5体引かないとボックス消化いつまでたってもできないんですよ僕。綺麗に並べたいんで。あれだけ揃えてボックス消化行きたいんだけど無理かな。厳しそうだよね。さっきさ、あのチャレタン10で叫びすぎて喉痛いんだわ。フェニックス戦でずっと来い来いって言ってましたからね。カリンカリン、メイメイ出てません。サクヤも出てません。意外とあの精霊とか使えるんだよね。あんまり売らない、あんまりね売却とかしない方がいいですよね。眠り姫もね、なんか眠り姫だっけ、曲芸師のためにいるようなモンスターって言われとったの誰だっけ。なんかあったよね、そのスクエニのさ、曲芸師を考えた人がこのキャラクターは曲芸師のためにいるキャラなんですみたいな、なんかもう存在からそういうことを言ってしまったみたいな事件があったよね。あれはなかなかひどかった。セポネ出ましたね。
意外とアポロンとかアレスとかその辺が出てません。あとはカグツチオロチとかその辺か。はい、シルク入りました。アレス来たね。噂をすれば来ます。転生アレスとか相当イラストやばそうだよね。今の時点でやばくない？なかなか顔色とかもさ真っ赤っかだもんね。わーお。ペルセポネ。インドラ、どっから来たんでしょう。アーマーとザキが欲しいって言ってましたね。インドラは、インドラはなんか昨日すごい出たイメージがありますね。昨日じゃないか、一昨日か。さあそろ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 出てもいいんじゃない。貴族性ギャンブルメイジ、あいつらもそろそろ入れてほしいよね。なんだっけ、フィレムだっけ、なんかいたよね、本限定のキャラクター。あの辺もそろそろガチャに入れるかゲットする方法をね、ゲットする方法が欲しいなと。楊貴妃でございます。あの見た目で悪魔ってのはいいよね。まあ進化したら悪魔っぽくなるけど少し。いやー、ジーニャがなんか大活躍しとった時代が懐かしいですわ。究極早くしてあげてほしいですね。信長、織田信長、信長みたいなキャラクター欲しいな。バインド回復できちゃうね。まあでもランダム生成だから水を消すみたいなことがあるかな、アルテミスだと。あと列寄りだしね。カメオ。うわー、また溢れた。はい、ちょっとフェス券売ってきました。フェス券が出ねえもんでさ、今回。全然モンポたまんないんだよね。ヘルメス。西洋神って素で終わるキャラ多いよね。セレスとかさ、アレスとか、アルテミスとか。それぐらいか。ハーデス、ヴィーナス、結構いたね。ゼウスとかね、結構多いよね。ヘルメスもか。はい、メイメイだけ取り残されました。あ、そうそうそう、今年こそはね、アルテミスの季節もの来ないかなと思ってるんですけど、どうすか、何で来ると思います皆さん。いや、僕もそろそろ覚悟はできてますよ。てかそろそろ出てほしいなって思ってます。いやー、ドキドキしますね。なんか進化しとるし。最近何が来たっけ、フレイヤか、あとスピカも来たよね連続で。属性変えるのだけはマジでやめてほしい。属性変えられたらもうちょっと、本当にどうなるかわかんないよ。今後。属性だけは本当変えないでほしいですね。まあまあそろそろ潮時かな。なんか渋くなってきたし、そろそろボックスもまた溢れそうだし、終わりますかね。なんか引いて終わりたいんですけど。テスターとかだもんな。一回ボックス整理するか、じゃあ。はい、ということでガイアドラゴンが1列増えました今ねボックス整理しながら思ったんだけど、水戸一面いる、あれ進化次第でどうなるか分かんないけど、あれ水戸一面いらなくねってちょっと思っちゃったよね。水戸ちゃんだっけ、あの悪魔キラー2つ持ってる子。
どっかでは使えそうなんだけどさ、いやあれ勢いで完全にやっちゃった感あるよね。来月進化するんでね、まだ取っておきますけど、まあボックス拡張が来たらいい話。イエス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 、終わり、ありがとうございました。いやー素晴らしいね、本当に。2倍とはいえね、やっぱ対象にいるだけで全然違う、キフェスとも全然違うから。ということで、あまり風神雷神とかフェスゲン狙うのはおすすめしませんが、アルテミスとかね、なかなか対象にならないんで、欲しい方ぜひ回してみてください。以上、ホットフェスパート3でございました。バイバイ。